赤壁で大敗を喫した曹操は南進を中止。その間に劉備は慶州南郡の地を得、勢力を強める。一方孫権は江東支配を盤石とし、次なる衝突へと備えていた。三者三様、それぞれの時は過ぎていく。そして赤壁から三年、大敗の傷が癒えた曹操は新たな一手に出る。劉備と孫権は捨て置き、反曹の火種がくすぶる漢中へと軍を進めた。漢中に反曹の軍閥を束ねるは錦と称えられた清涼の雄馬超。そして同じく清涼で長く戦い続ける実力者関水であった。彼らの有名と結束を破るため、軍師郭は立計を案じる。またこの時曹操の軍には馬超を旧敵と狙う王位が加わっていた。花公園、巨長、王位、将来の闘志が波動の第二幕を上げる。敵に一族の仇がいるんだって。よかったな、仇討ちの機会が来て。けど今のお前さんは気負いすぎだ。肩の力抜かねえと自分に食われちまうぞ。馬超ってやつが曹操様を狙ってるらしいだ。なんかすっげえ強いやつだって話だぞ。でもそんなのオイラが許さねえだよ。絶対に曹操様を守ってみせるだ。曹操殿は向こうの関水と窮地の中、そう聞いていますが。うん、あやつはなかなかに面白い男よ。それは何より、あなた方には旧交を温めてもらいましょう。この戦の中でね。うん、関水をくさびとするか。さすがは曹操殿、話が早い。敵の連合は大軍だが一枚岩じゃない。疑念を追いつければすぐ瓦解するでしょう。まずはそのための地ならしだ。敵の名手馬超の誘導お願いしますよ。では始めましょう。くれぐれもお気をつけて。軍閥の連合など所詮は無能の地、王冠を落とし先生の足がかりとするのだ。関は勝者を伝えば容易に破壊できる。が勝者を出すには敵の拠点が邪魔だ。勝者だの関西だのは後だ。まずは敵の猛攻をしのぐだ。この不況が厳粛に受け止めねばならぬ。この不況は我が不始末、救われずに恨みはせぬ。抵抗しないで潔く散って。皆の
規範となるよ。これからも勝負する。さすが何しよう領主騎馬軍だ。手ごわいね。ここは馬防柵の出番かな。ならば二手に分かれ、ちっちゃい本陣を攻撃するぞ。ガキアル、今なら関西に接触を打つ。では、曹操殿、少し働いてもらいます。ガキアル、策に動く分、本陣は手薄になる。今しっかり頼むよ。承知した。直行前進して本陣を堅守せん。ガキアル、ダメだ、どうしようもねえ。止めきれ
しないで潔く散って。
これ式で終わりはしない。貴様の顔を覚えておくぞ。俺が勝つ。敵将討ち取った。決めた。勝者を出しても怒号で壊されるのが落ちだ。まず席の上に回り怒号を黙らせようか。お見事。何を見せつけてくれました。その勢い誰にも止められますまい。本陣の安全は確保された。次の席を落とすとしよう。天下を脅かす曹操の先兵どもめ、この馬毛騎が貴様らを打ち倒す。Yeah!
勝利ぞ。